はい、というわけで皆様こんばんは。インボイスレディオ急遽始めてみました。明日全国一揆ということで、前夜祭ということで緊急で始めてみたいと思います。インボイス制度を考えるフリーランスの会の阿部と申します。よろしくお願いします。そして、はい、早速お入りいただきました。はい、インボイス制度を憂慮する声優たちで立ち上げた、有志グループボイクションから参りました声優の岡本真也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私たちの団体の正式名称はインボイス制度を考えるフリーランスの会と申します。ストップインボイスの合言葉のもと、インボイスに関するさまざまな情報を発信しております。ということで、いつもなんとなくというか、いつもは水曜日夜8時とかでやってたんですが、明日まやさんついに来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。全国一揆、正式タイトルは増税もう無理、ストップインボイス全国一揆ということで、前夜祭でございます。今日はね、前夜祭スペシャルって感じですね。そうですね、はい、ドキドキしてきたね。あ、そうですね。まやさんは、国会正門前から、はい、MC をご担当ということで、はい、もうふつつかものではございますが、頑張りたいと。いやいやいや、まだちょっと準備が全然追いついてなくて、恐ろしいと思いながら今ですよね。ね、僕らの悪いとこなんですけど、なんか、まあ、悪いとこっていうか、まあ、これだけ反対してる人がいるっていうのはそういう証拠なんだと思うんですが、うん、今回もたくさんの方が登壇されますよね。うんうんうん、ありがたいことですね。ありがたいことです本当に。まあ、そしてこのインボイスがやっぱりいろんな人にとって影響があることだっていうのは、まあ、よくわかることなのかとは思うんですけど、本当、うんうん、そうなので、嬉しい悲鳴ではあるんですよね。いろいろ急にこう出られますよとか、メッセージくださったりとか、そういうのね、なんですが、そうですね、明日ほらあれでしょ、安倍さん晴れ男なんでしょ。あ、そうですよ、はい。晴れさせてくださいよ。今交渉してるんで、なんとか頑張りたいと思います。交渉窓口があるんだ。あ、今全国的にどうですかっていうのは、今ちょっと交渉してるとこなんで。ぜひ勝ち取ってください。まず晴れを、ね。はい、頑張ります。はい、頑張ります。はい。ね、なので、はい、明日、ね、安倍さんも重大な任務があるので、今ここは内緒にしときましょうか。ね。そんな内緒にするほどのことですか。そう、大事に、大事に取っておきましょうよ。それ、いや、それはむしろハードル上げませんか。そっか。でもなんかね、本当に今こう各地の動きも本当に活発になってきているし、あと政治家の皆さんもそうですけど、著名人の方もそうだし、一般の人たちにこれで集まってきてもらうと、なんだろう、こう集大成のように、こうなんていうの、砂鉄の中を磁石をギューって通してるように、こうガーってこう大きなうねりになり始めてる感じがするので、ちょっとこう、うん、胸が熱い部分がたくさんあります。はい、そうですよね、うん、僕登壇者ちゃんと把握っていうか、その第二弾的なとことか政治家の先生が誰出るかみたいなって、まだ公式には発表されてないんですよね。第2弾は知ってない、来てないですね。そうですね、これあえてしてないのかな、ちょっと僕もそこら辺把握してないんですけど、だから言わない方がいいのかな。わかんない、私たち内部にいてもどれがどうなってるんだかちょっとよくわかんないですね。そうそうそう、昨夜もね、すごい明け方近くでしたっけ、安倍さんとやり取りしながら、全然違うものを見ながら話してたりとか、ね、そうもうパンクしてますね、正直内部なんていうか、てんやわんやで。そうなんですよ、今日も実は別件で、またまあこれは後ほど発表になりますが、別件で動いてる打ち合わせをしつつ来たので、あ、こうちょっとね、いろんなことが見えないとこでこう動けてるのが、今同じようになっちゃうけど、嬉しい悲鳴というか、一つずつこう形にしていけるんだなっていうのがね、ありますね。はい、はい、別件って、あれ例のあれですよね。で、結構でかいあれですね。こうでかいし、ちょっと準備が大変だなと思いながらね。そうですね。でもまあ、今ここに帰ってきたので、
今からはもう明日だけに集中しようと思ってます。あ、なるほど。ちょっと今日、僕のあった今日の話、ちょっとししててしもいいて、ですしか？てください。お手紙大作戦ってやっておりまして、我々。全国の1600ちょっとぐらいの地方自治会、その、インボイスの反対とか延期の採択されていない、その1650ぐらいの自治体に陳情書をお送りしたんですけども、ちょっとまだ受理できてないとこもあったりして、で結構あれなんですよ。議員さんの方からちょうどいいタイミングで陳情書来ましたっていうなんか連絡来たり、それこそあれなんですよ、自民党の議員さんが請願書出してくれたりだとか、自民党さんが？まあ、そうなんです、そうなんです。で、その自民党の先生から、いいタイミングで市民の方から陳情書が来て助かりましたみたいなメッセージをいただいたりとか。まあ、当然、野党で、ね、反対してる議員さんからもいろいろ連絡来るんですけど、その中で、ある市からの市民の方が、我々、これ、陳情書って我々が送っても、まあ、採択される可能性ってほぼほぼなくてですね、でも、なんで送ってるかっていうと、受理されると、そこの議会の議員さんたちがのところにコピーが回るんです、陳情書。で、なので、まあ、一人でも多くの議員さんにちょっと読んでほしいと。いうところで送ったんですけども、で、それでお手紙大作戦っていうのをやっていて、で、各地域に住んでる方々から、ぜひともこう各議会とか、その議員さんに、地域の議員さんに、ストップインボイスから陳情書届いてませんか、お手紙届いてませんかと連絡してくださいと呼びかけてたんですけども、で、そのうちの一人の方が、ですね、まあ、確認したら、やっぱり資料として配布されてるだけだと。でも、うちの市からぜひともちゃんと陳情書として出したいからっていう話があってですね、ちょっといろいろ相談を乗ってたんですけど、ちょうど行ける距離だったし、時間もまあ、この時間ならっていうことで、今朝10時ぐらいに行ってきたんです、ある市に。で、僕もこれ、一期の準備もあったんで、まあ、もちろん仕事もある中でなったので、ちょっと僕、行くならば、一番厳しいとこにセッティングしてくださいと言ったんです。そしたらですね、見事に自民党の議員さん、公明党の議員さん、維新の議員さん、そして益税論者の無所属の方というのを 1時間半かけて回るという 地獄巡りのようなことを今日してきましかあた。る意味フルコースですね、それね。フルコースですね。まあ、もうせっかく遠出して行くならそのぐらいの人たちをお話ししたいという僕からの希望もあったんですけども。ですがですね、まあなかなか意見書通るまでは分からないんですけど、ただ会ってみると自民党の議員さんも、その方は何かやっぱりご自身で事業をやられていて、分かります、インボイスこれ大変ですよねっていう話をされてたり、で、またもう一人の議員さんも税務署とお話をしたら、やっぱり税務署も正直これ対応できないかもでしれないっすていうよふうに職員が ね。漏らしていましたよとかって言っていて、結構やっぱりご理解ある自民党の議員さんで、まあだけど、ちょっと党としては、党としてっていうよりも国として決まっていることなので、みたいな、なんかそんなちょっと最後濁されちゃったんですが、でもなんかすごく分かりますみたいな話で、あと公明党の議員さんもなんかすごく熱心に、一緒にアニメーターの方と一緒に行ったんですけど、そのアニメーターの方っていうのはそこの市民の方で。で、熱心にこう、アニメ業界ってどんな感じなんですかとか、こうヒアリングをしてくれたりとか、そんな感じでした。で、もう一人の益税論者の方がなかなか手強かったんですけど、ただですね、ものすごくやっぱり、あともう少し時間があったら、もっとなんかこう、お互い共通の認識、なんかどっか妥協点見出せそうだなっていうのを僕はちょっと思ってたんですが、なんていうんですかね、もう、やっぱりその方すごく、消費税が預かり金だと。で、もうレシートにも書いてあると。で、こう普段払っているのに、免税事業者がなんで消費税請求してるんだと。まあ半分僕らにも説教が始まったりとかして 結構、まあ大変だったんですけど、でもそこは結構ただ、反論はもう反論できるようなものは持ってるじゃないですか。そうですね、ただ僕はあんまり反論はする気なくて、というのもですね、まあ、これが2、3日かけてだったら反論してもよかったんですが、まあ、そこに反論に、
やったところで多分平行線だなと、もうやっぱりかなり強烈にその方は、思い込んでるわけですよ、うん、免税事業者のレシート、うん、請求書はおかしいっていうのに、うん、ですごく公平じゃないと、うん、要するにインボイスが入ると公平になるんですどういうんですかで、なんですが、ところがですね、特例って何でしょうかと、うんうん、まあ、先生、特例って、インボイスって特例って結構いっぱいあるのご存知ですかって言ったら、まあ、ご存知なかったんですけど、うん、例えば何があるんですかみたいな感じになって、うん、で、ですね、これ本当にそのインボイス公平だと思ってる方に言いたいのは、うん、本当にインボイス導入して公平になるんでしょうかってことなんですよ。うん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 、特例だらけだし、うん、なんでしょうね、なんて言ったかな、ちょっと僕も忘れちゃいましたね。なんかでも決して国だって、インボイスを導入する目的は公平にするためですなんて一言も言ってないんですよね。で、もちろん免税、なんですか、国としてはだから、その免税店制度をなくすなんてことも言ってないし、なんですよ、預かり金を解消するため、益税を解消するためなんてことも一言も言ってないんですよ、国も財務省も。っていう話を、まあ、していって、なんかこう糸口が見えそうだなって雰囲気はあったんですが、ちょっと時間がなくて。まあ、なので、決してこのインボイスって先生が思ってるほど導入されたから公平になるわけじゃないし、むしろですね、僕ね、思うんですけど、今日税理士の先生も一緒にいたんですけど、まあ、その税理士のさんが言ってたのは、今現状免税事業者さんが登録してる人いると、で聞くと登録、まあ、しなきゃいけないんでしょと思い込んでて、課税事業者になるんですよっていう話を全然知らなかった。でその税理士さん曰く、正直来年の3月、申告漏れというか、その申告する意識すらないまま3月を終えてしまう現状免税事業者の方が多分たくさん出てくるだろうと。その話よく聞きますもんね。あ、じゃあ登録すればそういいでんですしょうね。みたいな、それでこう消費税の納税義務が発生しているという意識を全くない人たちは結構いるみたいですね。そうなんです。だから仮に、まあ、益税があったりして、公平、インボイスで公平になるって言うんですが、多分、この消費税の納税ができない人が続出したとか、あとは超過して消費税払っちゃうとか、あるいは足りなかったりとか、納める額が足りなかったりとか、なんかむしろ今の税制よりも不透明になって不公平になるんじゃないかなって、その先生の話を聞きながら思った次第であというりこます。とは、その先生も同じように感じているかもしれませんね。その益益税論者税の。論者の人も、要するに、例えばその論破するとかが目的じゃないじゃないですか。でもこう、あ、じゃない、じ情ゃないです。報をおはい。互いにって、で、だからにわかにはね、今日すぐに、ああ、じゃあって、天動説から地動説になるのだってすごく大変だったと思うし、コペルニクス そう。的展開だ。だけど、はい。やっぱ種はまかれていると思うので、またね、いつか、あれって思ってくれて、いろんなこう記事をね、私たちも発信しているので、今もリスナーでいてくださってる神田先生とかも、もう有益なね、専門家目線の、情報をたくさん出してくださってるから、そういうものを目に触れてくれたらいいなって思いますね。で、ちょっとこう、ちょっとずつ修正していってくれたらいいですそうね。ですね。まあ、そうですね。まあ、だから僕は今回その意見を戦わせる、まあ、益税論者だっていうふうにもう前々から情報は得ていたので、意見を戦わせる気がなくて、何かこう一致共通するインボイスって本当問題だらけなんで、どっか一致する共通点見つけられないかなと思ってお話ししてて。で、僕その議員さんから、課税事業者をぜひとも目指してくれって言われたんですよ。で、みんな課税事業者は目指してちゃんと納税するんです、それが正しいんですって最初言ってたんですけど、最終的には、でも先生、僕は課税事業者に目指さない働き方があってもいいんじゃないですかねと。で、いろんな働き方あるし、いろんな事情でフリーランスやってたり、免税事業者だったり、会社辞めてる人もいるんで、っていう話とか、まあ、要するに意見交換ですよね。
でしてたら最終的にはその議員さんも確かに課税事業者にならなくてもいいなっていうふうにおっしゃってて、うんうん、単純にね、例えばその時代とかもあると思うんですよ。その昭和のスポコン的な感じだけれども、うんうん、あのそれってもう思い込んでいることで考え直すチャンスがなければ、うん、それを前提にしていろんなことを考えるから、善とか悪とかではなくて、うん、やっぱその時代の持つ、その人がそれが大事だと思ってきたものっていうのは、やっぱ一旦外に出てっていうか出してというか見直さない限り、そこを起点にしてものを考えているので、ちょっとそこに疑問、うんうん、見直してみると、あれ時代と合ってないって気がついてくれるだけでも、まあ結果ね、だから同じとこに落ち着く人もいるでしょうけれども、でもその作業っていうのはすごく今日本のみんな、私たち、私含め国民みんなに案外必要な時なんじゃないかなって思うんですよね。だからこのインボイス制度の反対っていうことを通して、まあ賛成でもいいんですけど、ちょっとこう大きく、なんていうのかな、ちょっと失礼な言い方すると、私も含めですよ、思考停止をやめて一度こうちょっといろんなことを考えてみる、価値観であったり、国が決めたことを守るのはいいことかもしれないけれども、それがいいルールなのか悪いルールなのか、このルールに従ったら誰がどうなるのかっていうのにこうちょっと思いをいたして、もう一回その、うん、別に私たちだって何度も言うように、政府の転覆を狙ってるわけじゃないわけじゃないですか、うんうん、入れられたら困ることを言ってるんだけど、はいはい、まあ、何分インボイス制度、消費税の問題っていうのは説明する方も難しいし、聞く方もすごくハードルが高い問題なので、うん、なかなか周知が進まないし、あのテレビも取り上げにくいとは思うんです。時間しっかり取らないと説明しきらない問題なので、だからこのことを通して、ちょっとこう明日のことだってそうじゃない、令和の一期なんて、だって教科書の中で見たことを明日私たちは起こすわけでしょそうですね、はい、うん、だから、うん、やっぱそれだけでもすごく大きいことだし、あ、普通の人たちが自分たちが困るって声を上げていいんだなっていう、今こう入管法とかもそうですけど、普通の人たちがこうどん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 こうちょっと声を上げやすくなってきたじゃないですか。意識もちょっと変わってきていると思うので、はい、うんうん、明日一期、私本当に皆さんにお願いなんですけど、本当に明日どうしようと思ってる人は、まあ雨かもしれないんですけど、できればとにかく来てほしい。本当に普通の人たちが、なんだろう、怖いことするわけじゃなくて、集まって私たちのみんなの、あるいは未来の自分の娘の子供、孫とか、そういうものの未来をこう守るために声を上げられるんだっていう普通の庶民の人たちの思いを集めたいです。だからぜひ本当に遠方の方はもちろん、近くにね、いろんなとこは立ち上がってくれてるけど、それも遠いって方はついでもでもいいですし、ぜひこの一期に参加していただきたいなって本当に心から思ってます。そうですね、うんうんうん、そうなんですよね。今いろんなところから立ち上がって、実は僕らも把握してないところも実はあったりしてて、そうなんですよ、まあ 十何箇所か、十数箇所、今分かってるだけでも、東京、私たち、愛知、富山、山形、三重、大阪、京都が2会場、神奈川、香川、群馬、福岡、兵庫、埼玉西部、それから新潟でスタンディングが、あと個人でも大阪でやってくれるっていう人もいるみたいですし、愛知も金山駅、うん、愛知、ストップインボイス、愛知支部以外にも、これもね、金山駅から南東へ徒歩8分の会場で、労働会館東館ホールでやるんですけど、なんかね、金山駅のね、南口で、スイカナさんという方たちが、18時半からかな、なんかやってくれるとか、あと、新潟は18時に新潟駅前から、トンネル抜けて19時に駅の南側に抜けるというスタンディングというのも、やってたり、あと情報としてお届けしたいのは、山形さんが時間変更になって18時19時半って言ってたのが18時20時になって、しかも、まあ、雨も降るかもしれないので19時から山港ホール7階を押さえてくださって、雨が降らないところで、国会前の中継を
最後まで見ようぞっていう風な変更があったりとかするみたいです、うん、なるほど。あと新潟で行くとですね、僕仲のいい方がいらっしゃって、うん、まあ、その方もインボイス反対なんですけども、うん、その方の情報だと、まあ、SNS とかでは発表してないんだけども、うん、ちょっとあの知り合いが、反対のスタンディングやりますと、うんうん、だからそういう、もう本当に僕らが把握してなかったり SNS では出ていないようなとこでもなんか一気って起きてる、起きるような。そうなんです、今私口で言って多分漏れてるとこいっぱいあって追い切れていなくて、いろんなところが、うん、だからちょっとそれはごめんなさい今言えないけど、たくさんね、こうポン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 って、うん、なんていうか、こう立ち上がってくれてる人たちが個人であったり、まあ団体であったり、2人とかでもね凱旋で立つよっていう人もいっぱいいてくれてるみたいなんですよね。うん、そうなんですよね。あの政治って参加って、まあ、投票が一番オーソドックスだけど、うん、僕はやっぱりね、この政治のこの世界、社会の状況って日々変わるし、うん、政治参加が投票だけじゃないはずだと僕は思ってて、うんうん、だからこういう、まあ、今回全国一揆って目打ちましたが、うん、こういうのに参加するというのもあの歴史とした政治参加だし、うん、意思表明だと思うので、ぜひともいろんな方に参加いただけたらなと僕も思っております。100万人集めたいので、国会前に。すごい、100万人お願いします。100万人集まったらすごいですね。なんかよく国会前にわーって集まった時の写真って出回ってるじゃないですか、上から撮ったやつ、はい、あんな風になったらすごいですね、はい、なったらいいですね。そうですね、あのちょっと我々エンタメ4とか呼んじゃってますが、エンタメ4団体の方とかちょっと今で見るとリスナーの方でいらっしゃるので、うん、ちょっとリクエストかけてみます、ね、であの、うん、もし出れなくてもいいんで、あの一応リクエストしてみて、なんか明日の意気込みとかなんか、うん、あのお話いただけたらと思って、ね、その間にこの間私読み損ねちゃったんだけど、はい、ライダーさんにインボイス川柳してよって言ったのに、読めなかったのね。そして今見たら、今日も今書いてくださってるんですよね、このインボイス川柳、4分前に。ライダーさんがですか、うん、あのちょっと待ってください、いつもね太鼓叩いてるじゃないですか、うん、なんかちょっとこれ読んでみましょうか、はい、太鼓って生の太鼓叩いてるんですか、安倍さん。そうなんです、実はいつも息子の太鼓を叩いてたの。ちょっと太鼓見つかんないんでテーブル叩きます。はい、はい、ではよろしくお願いします。インボイス川柳、ライダーさんからの投稿です。種まこう、話そうストップ、インボイス。種まこう、話そうストップ、インボイス。一点を探す旅なんですね、一気ですって。ありがとうございます。おー、ありがとうございます。ねえ。無茶ぶりしたのに前回なんかスルーしたまま。そうなんですよね。と思って。これ、あれじゃないですか、さっきの安倍さんの話から。うん。うんうん、あ、そっから来てるんじゃないですかね、種を巻かれたっていう。会話をしていく。喧嘩とか論破とか反論とかじゃなくて、お互いにこう話そうっていうことじゃないですかね。はい。だからその、まあ、この間の6とも思いましたけど、やっぱりリアルの場でお会いして話すとまた違うことが見えてきたりとかしますよね、うん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 、だからやっぱり話し合い、あ、そうなんです。ちょっと話ずれるかもしれないんですけど、僕本当に今の政治で日本って悲しいのは対話が本当になくて、こう熟議とか合議とか対話っていうのがなさすぎだと僕思ってて、はい、それはあの左の人も右の人も同じだと僕は思ってるんですけど、はいはい、なんかいがみ合ってるだけで、本当はあれなんですよね、こう、民主主義とか政治っていろんな意見をまとめていく作業なので、うん、本当は対話があるはずで、どっかで一致点があるところをなんとかどうにか見つけていくっていうのは、まあ、一つの民主主義のあり方だとは思ってるんですけど、なんかそういうのがないからこそ、なんかインボイスみたいな、本当は入ったらおかしいのもスイスイと国会で通ってしまって、うんうん、で通ったら通ったで反対言えなくてみたいな。そうですね、今日ね、まさに打ち合わせでそんな話を、うん、まさにその話をしていて、
まあ、私たちも小さいところでこうガチャ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 毎日24時間体制で一日中いろんなこう会話をしてるわけじゃないですか。そういう何ツールっていうな、ああいうの、まあ、ディスコードなんですけど、そういう中でもいろいろこう思うところはあるんですか。まあ、今のところうまくこうやってますけど、今私すごく感じるのは、意見を言ったらそれって完成形で出してくるんですよね、みんな。で、ちょっとでもあれ違うねって話すると、こう人格まで否定されたような、これはストップ内部の話ではなくてですよ。なんか、そうじゃなくって、あ、そうなの？例えば私が青って出すけど、別に青は完璧じゃなくて、いや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 、黄色、黄色、あ、黄色もいいね。え、じゃあさ、って混ざってて、結局緑を持ち帰るっていうことが、すごい素敵なことなんですよ。これがきっと会話とか対話とか議論とかなんですけど、今は、なんか、論破とか、例えばディベートとかそういうことではなくて、なんかこう持ち寄って自分が否定されることもあるかもしれないけど、それは否定、全部を否定じゃなくて、こう意見なんだけど、そこを戦わしてこういいものにしていくっていう教育がやっぱり日本ってちょっと置き去りにしてきちゃったし、なんかこう人が言ったことを違うよっていうのすらもなんか、はばかれる、喧嘩とかみたいに捉えられると、喧嘩じゃなくて、ね、一緒により良いもの、どこが着地点なのかとかって、そういうものを見つけるもので、青のままかもしれない、黄色になるかもしれない、濃い緑かもしれない、薄い緑かもしれない、でも私たちの答えはこれだよねっていうのを見つけていく作業で、それが正解かどうかはわからないけど、持ち帰った色がね。でもまたその緑を持って他のところで話していって、紫になったり、オレンジになったり、ピンクになったりして、いけばいいんだけどなーっていう話を今日まさにしてました。なるほど。それはあれですか、その例のあれの打ち合わ例せ。のあれの打ち合わせなんですけど、全然そんな だから面白いのは、このインボイス制度もそうですけど、みんなそうだと思うんですよ。今ここに来てくださってる人もそうだと思うんですけど、一つに気がついてしまうと違う問題にも全部がつながっているじゃないですか、世界って。なんかだからそしてもう後戻りできないんですよ。もう目はつぶれない、耳は塞げないことになっちゃうから、まあ結局今日もちゃんとした議題で思って話あったんですけど、結局そういう話になるんですよね。なんか根本的な民主主義の話とかそういう。あ、豊さんが上がってくださったみたい。豊レオンさんがお話しいただけますあ、か？お疲れ様です。お疲れ様です。漫画家の豊レすオンいさんません。です。よろしくお願いします。よろしくお願いしあ、ます。すいません、リクエストい突えいえ、然としちゃんいでまもしなて。いです。話聞いてながら、という感じで聞いてました。ありがとうござ豊います。さんは、インボイス制度について考えるフリー編集者と漫画家の会をね、やってらっしゃいます。そうです。豊さん、明日はご予定は？明日ちゃんと来れるように、今ちょうど缶バッジ売る用の、なんていうかな、駅弁みたいなの作ってました。お疲れ 様置でく場す。所ないですからね。そうですね、メンバーみんなで手売りしていこうみたいな話もちょっとあったりとかしたんで、なるべくいっぱい売って、凱旋をやるんでね、そうだ。資金をなんとか。そうだねえそうねえ、だ。それそうさ、なんです後よ。になると忘れちゃうから、豊さん、しっかり宣伝してってくださいよ。そうですね、今あ、のうちに。今ですか？6月20日の、場所が第2衆議院会館で、14時からですね。ライブペインティングを先にして、5時からは、ちょうどね、神田先生いらっしゃいますね。どんぶり勘定の神田先生と、元衆議院議員の安藤先生、2人の、スピーチが、あります。豪華ですね。豪華です。安藤博先生。ありがたいです。その前に、ちょっと、30分前ですね。お二人のスピーチの30分前から、ちょっと何か言いたいっていう方を、飛び入りとかでも参加 OK っていう形にしましたんで、もし現地で何かこう言いたいことが山ほどある方とか、なんかこう、自分たちの思いみたいなのがある方は、どんどんスピーチしていただいて大丈夫なんで、言いに行っちゃおうかな。それは、
もし全然、まやさんも来ていただけるのは全然、参加 OK ですので、はい。それは漫画家さんだけのマイクスピーチなんですか、それとも一般のそうじゃない仕事の方も。全然、関係なく、会場にいらっしゃって、もし言いたいって方がいらっしゃったら、どんどんマイク回すみたいな感じで、はい。今、着々と準備が進んでおりますので、はい、頑張っております。ライブペインティングで描いたものはどう利用されるんですか？まだちょっとそこまで話集めてないんですけど、当日、中継っていう形で、ライブもしますんで、その様子をずっと見つつ、皆さんが、様子が見られるようにして、絵に関してはちょっと並べて、全体が見えるようにはしたいよねっていう話はしてますね。それ買はい。いたいっていう人がいたら買えるのかな？買いたい。どうなんですかね。でも、どうなんだろう。だ書っいてなんて。か欲しいって思う人もいるかもしれないじゃないですか。だってその場で書いてくれてるんでしょ？そうですね。途切れず、書こうとは思ってるので、とりあえず、会のメンバーのお二人、オスガコスモさんと田辺さんが、常にちょっと書いていただけるっていう形にはして、参加しやすい環境にはしようかなと思ってて、こう目の前で漫画家さんが描くってあまり見れないから、ぜひそれを見るだけでもね、皆さん来てそうほですしいね。ですよね。全然、そういう見たいっていう方は見ていただいても大丈夫ですし、別に、プロじゃなくても、描きたいって方がいたら全然描いていただいて、問題ないので、はい。それぜにひぜおひ。話もね、神田先生と安藤先生の話は本当ためになるし、なんあ、か、そうですよね。聞きやはすい、難しい勉強って感じじゃなくて、本当にこう、なんだろう、ハウトゥー本みたいに、こう、すっとこう、今すぐ使えるっていう感じに、な気持ちになるので、ぜひね、来ていたぜだきひ、たはい、お二人の話は貴重なお話だと思うので、い。全然生で聞いていただいて、議員さんにばっちり聞こえるという話らしいので、衆議院会館前は。おお、そう。そうです、スピーカー抜けるポイントが実はあるんです。そうなんですね。そうなんです。ってはい。こと。私たち素人なのにそんなことを知って、どんどん覚えていくみそたいのな。スキルは す役にごい。立てていかないとね。はい。なんで、当日は頑張るので、明日も我々で頑張って、どんどん宣伝していくので、よかったらチラシもたくさん今用意しましたんで。うわー、配って。はい。本当はね、本当私ベタで、お手伝いに行こうと思っていたんだけど、ごめんなさい、なんかちょっとその別件で。でもせめて、もしスピーチとかだったら、参加できるかもしれないので、ぜはい、ひ行けはたい。ら行きたいなぜと思っひ、てるとはい、ころです。無理のない範囲で、はい、大丈夫ですんで、はい。ありがとうございます。いえいえ。はあ、すいません。ちょっと別件で、さっき、おっしゃってたじゃないですか、安倍さんが。ちょっとなんか、流れが変わってきたみたいな話があって。ちょっと私の地元の話をちょっとしたくて、ちょっぜひとともぜひとも、はい。名前は言えないんですけど、最近、とある議員さんが、ちょっと地元の市議会でインボイスのことをつぶやいてまして、で、どうやらシルバー人材センターでインボイス始まったら、今、600万円から最大3000万円に上るかもしれないっていうことが発覚したらしいんですよ。あ、消費税の納税そう額なんが。ですよ。負担が。うわー、でかい。だから、とどうしようかって今なってるらしいんですよ。要は財政支援がなければ事業運営は困難だっていうことをはっきり書いていらっしゃいまして、だからもしかしたらちょっと要望書を提出するかもしれないという国っていうところが、はい、あったりもする。もう一回金額教えていただいていいです新たか。な税負担が600万から最大3000万円らしいですね。で、控除が受けられなく場合は4000万から6000万円の負担増になることが分かりましたということらしいです。こういうことって多分いっぱい起こるじゃないですか。でもさ、さっきの特例じゃないけど、これでバンドエイドくださいって言うと不公平感があるので、切りつけないでくださいってみんなで 言うのが一番本当はいいんだろうなって思うんですよ。切りつけないでって
て、そのバンドエイドくださいってすごいなんか謙虚ですよね。切られて、バンドエイド、切った本人にバンドエイドもらうような感じがするので、まず切りつけないでっていう風になったらいいですね、うん、そういう議会とかも ね、 だからやっぱりこうやって改めて試算するととんでもない額になってしまうよっていうことが徐々に明らかになってきてると思うので、うん、まあ皆さん聞いてる方たくさんあのいらっしゃいますんで、できるだけちょっと地元の動きにはちょっとあの目を配るというか、あの見ていっていただきたいなと思いますね、うん、はい、うん、そうなんです。だから今僕もそのお手伝いしてる議会の方に議員さんに言ってるのは、そこの市で、免税事業者に発注してる仕事がどのぐらいあるかを、うん、調べてほしいと、うん、で、それによってどのぐらい、税負担が増えるのかをちゃんと算出してほしいと、うん、はい、で例えばですね、僕の知ってるところだと佐渡市、新潟の佐渡市なんかはインボイス中止の意見書が採択されてるんですけども、うん、そこは水道事業が300万の納税額増えるっていう試算が、で結局免税事業者の方が水道事業者工事をしている方たちとかに、うん、免税事業者が多くて300万税負担が増えるってことが分かったりとか、うん、結構そういうのが調べると続々市も行政も出てくるので、行政自身がもう当事者だよっていうことを、そうですさっきの税務署さんもそうだけど、本当にあの、うん、そっちから悲鳴がもうそろそろやっぱ無理、現実的じゃない。税理士さんたちがみんなおっしゃってたのは、いや無理でしょ、だって現実的じゃないもんっていうのがすごい私も心に残っていて、うん、現実的じゃないだと思うんですよね、うん、本当にこのインボイス制度っていうのは、うん、そうなんですよね、うん、仮に益税がなくなるのか、なくなったとしても現実的じゃないですね、現実的じゃないですね、はい、というのもですね、これもどこかでつぶやいたんですけど、日本ってやっぱ帳簿方式をずっと江戸時代から採用してきた国で、うんうん、で他の海外なんかは帳簿もすらつけない国があるんですよね、うんうんうん、帳簿すらつけない国があるからこそインボイスが必要になっていく、うん、いくわけなんですよ、うんうん、だからそういうちょっと歴史的背景とか小慣習とかを、うんうん、があってこその帳簿方式を日本は選んでるのに、うん、その帳簿方式にプラスしてインボイス方式を導入してしまうことで、うん、世界に稀に見る煩雑な税制になっているっていうことを意外と誰も気づいていないという。そうなんですよね、これね増えるんだもんね。いや私ね、アメリカ行った時思ってたのは、そのアメリカとかってソーシャルセキュリティナンバーってそれぞれに振られていて、まあこれで納めたりとか税のこととかもできるんだけど、例えばこう職質みたいの受けてもソーシャルセキュリティナンバーを伝えれば、まあ、全部情報バッて出てくるわけですよ。でも、はい、日本ってこう住民票があったりとか、まあこういう昔からの紙でもまあそれもね今、まあ、いろんな問題もあると思うし考えていかなきゃいけないんだけど、でも私はなんかすごいなって思ってたんです。日本ってやっぱなんかこうそういうなんていうの、台帳とか紙に書いてるものが多いじゃないですか、うんうん、で今別の問題、別のイシューになっちゃうけど、保険とかも実は今壊されようとしてるんだと思うんだけれども、皆保険っていうのも素晴らしい制度だと思ったんです、海外に出て初めて。あ、国民皆保険、そう、はい、だって救急車なんか呼んだら10万20万取られちゃうし、あの妊婦さんだってちょっと問診するだけで200-300ドル取られちゃうんで、あんまり日本ほど行かないんですよ皆さん、女性とかも、うんうんうん、だからこの守られてきたものってやっぱり日本ならではの素晴らしいものっていっぱいあったんだけれども、インボイス制度なんかはそこからの転換がきっとうまくいかない、いってないんだと思うんですよね。だからその帳簿から、もうちょっとだからきっちり話し合って、どうすればじゃあ新しくね、時代をアップデートしていくのはいいとは思うんですけれども、それをスムースに、本当の意味で利権とかそういうんじゃなくて、スムースにやってくれればもっといいのになっていうのはすごい、あと日本のいいところは残してほしいなって思います。うん、そうですね。うん、さてさて、今ですね、演劇の会のお二人がいてリクエストを送ってはいたんですが、ダメ、スピーカーにはなれなさそうなので、私ね、さてどうしましょうか。あと、はいはい、一個ね、今ほら豊さんにお話ししてもらって、今
広瀬彩ちゃんもそうだし、木戸君とかもそうですけど、私、インボイス演劇出させていただいたじゃないですか。すごい良かったあです。りがとうございます。それで私、すごい好きで、毎回泣いてたのは、毎回しても3回、ゲネと3回しかやってないですけど、丸尾聡さゲんネプの、ロと。丸尾聡さんのセリフで、そのちょうど今、リスナーでいてくれる木戸君のセリフで、正しくはないけど、ねえ、なんでさ、演劇の、インボイス考える演劇人の会なんかやってんの？って聞かれて、ラストシーンのとこですね。そう、いや、ラストの方の。言われるんだよね。こんなことやる時間があったら、自分を磨く時間とかにしたらいいのにって言われるんですよって。そうでしょ？そう思うよって言ったら、でもさ、それじゃ救われるのは僕だけじゃないですか。演劇って一人で作れないでしょ？みたいなセリフを、ケイ君が言うんですよ。それって、もう毎回だよねって思いながら、これってさっきのシルバーセンターとかもそうだけど、みんながこう周りを、一人じゃないわけですよ。きっとおじいさんおばあさん関係ないって言っても、いずれは自分の両親がそういうとこにお世話になるかもしれないし、子供であったり、やっぱり人って一人では自分だけ良ければじゃあ生きていけてないじゃないですか。演劇もそうですけど、世界って。だからなんかこう、みんなでね、本当に横で手つないで、なんかこう、いろんなとこに思いを馳せて、できたら、それはインボイス制度って私、議員さんとかと会ってて、いつも思うんです。私たち、例えば声優の業界だけの話だったら、私たちの画を通してバンドエイドもらったら、他の人が傷つく可能性もあるわけじゃないですか。政治って難しいなって思うんだけれども、シーソーみたいにね。でも、インボイス制度って、私、自信を持って、みんなに得すのって財務省さんぐらいだから、みんなにこうメリットがない、デメリットしかない制度だから、なんかこう、なんだろう、誰も損することもないので、これを反対することで、すごく、ちょっとこう、何を言おうと思ったか忘れちゃったけど、まっすぐこうやれるなって思います。で、みんなにとって、みんながだから手をつないで声を上げられる、イシューというか問題、解決しなきゃいけない問題だなって強く思ってます。木戸さんのセリフって多分僕ら活動をやってる僕らみんな同じ思い多分少なからず多からず人それぞれするかもしれないですけど思ってますよね。なんか自分だけの損得のためにこの活動っていうかですね自分の損得のためだけにこんな活動できないですよそう。正直。だから偽善だとかね、青臭いって言われてもいいんです。だって、それだけじゃない、自分だけが救われるためじゃないっていうのは、本当にみんなを見てて思うし、それは本当胸を張れるなって。だって神田先生だって、ご自身の税理士さんのお仕事してる方がずっと儲かるのに、いそろりゃんそなうとだ。こ行って時間割いて、ね、漫画家さんたちのために、そういうの、漫画とか、サブカルとか好きな人たちが見に来てくれる人たちに向けて一生懸命ご自身の知識をシェアしてくださるわけじゃないですか。だから。そんなところで、そんな演劇の話をしておりましたら、広瀬彩さんがスピーカーになって。イエーイ、あやちゃん。こんばんは。こんばんは。ありがとうございすいまます。せん、さっき OK で押したはずが全然反応がなくて。す。そうだったんですそうね。だ失礼ったんしです。ましすいた。ません。いえいえいえ。そして木戸さん、そしてそのすごい、木セ戸リフさをん。言っていた張本人が。私に言わせるもんか。なんでお前が言うんだ。俺のセリフでやで。せっかくなんで木戸さんも同時に一緒にお話できますか？こんばんは。こんばんこは。んばんは。聞こえますでしょうか？聞こえてる。聞こえてます。すいません。インボイス制度を考える演劇人の会の木戸と申します。よろしくね。よろしくお願そう、いしじゃあ、あまやちゃんは広瀬あやちゃんです。そうです。す。あやさんも来て。すいません。ちょっと聞こえづらいかもしれないですけど、今ちょっと車で移動中でして、あらら。それでちょっと今お答えできなかったんですけど、申し訳ないです。いえいえ。いえいえ、お話できる、大丈夫なんですか？今、ちょっと、止めて、道路横に止めて話してるので。なるほど。はい。今、まやさんからその演劇の例の、タイトルが、ごめんなさい、ちょっと出てこないんですが、演劇もう大変。どうなるインボイスか。どうなるインボイスのお話があったんですけど、考えてみたら、このインボイスレディオでお二人からお話を聞いたことがなかったなと思いまして、
どうですか、先ほどのまやさんのお話を受けて。いや、ありがとうございます、取り上げていただいて。いやいや、だってセリフのシーン、うん、あのセリフってあれですかね、木戸さんの思いももちろんあるんでしょうけども、どういう、なんていうんですか、丸尾さんの思いもあったりとか、うんうん、どういうふうにして生まれてきたセリフだったんですか。丸尾さんのお気持ちもあると思います。それをK君が素敵に演じてくれたということですね。あ、はい、ありがとうございます。ちょうどあのシーンが送られてきたときに丸尾さんから話が一応 LINE で来て、うん、あ、ここ、まあ、結構一日ね、皆さん一日しか、前日の一日しかなくて、うん、本当に大変な中頑張っていただいたと思うんですけど、まあそんな中であそこのシーンは台本を外すっていうね、他、うんうん、にも登場される方が客演さんでいらっしゃるんですけど、うん、あるシーンから台本を外すっていうシーンがあって、うん、でここを外してやれそうっていうふうに丸尾さんから相談があり、うんうん、で自分もあのセリフをね、まさか自分の、うん、セリフとしてやらせていただけるとちょっと思ってなかったんで、うん、いやすごくありがたいし、このセリフはやっぱり自分が木戸圭介自身がやっぱこの活動をしてる中でやっぱ言われたことだったり、うん、で木戸丸尾さんとかあやさんとかね、今前岡本真也さんがおっしゃってたみたいに、いろんな業界でこのインボイスを止めるために動かれてるストップインボイスの安倍さんとかも多分こう言われたことがあったり、ちょっと自分で考えた、うん、感じたことがあったりとかしたセリフだと思って、うんうんうん、あ、ここはなんとか外して、うん、やりたいですっていう話をしたら、じゃあ頑張ってやろうって話になり、うん、そうですね、だから、まあ、話を戻せば多分いろんなこのストップインボイスとか、インボイスこのままやらないで止めて考えようよって思ってる人たちが感じてる言葉なんだと思いますね。なんか木戸さんがすごく腹の底からこう言葉を紡いでいる感じがすごく僕胸を打たれてしまいまして、ありがとうございます、うん、そう見えて聞こえてたんだったらよかったです。はい、うん、明日に向けてのなんか意気込みみたいなのってあやさんと木戸さんから伺えますか。そうですね、明日は私多分子連れで行くのであんまり長くはいられないんですが、でも子連れだからこそというか、うんうん、子供がいるからこそだし、そのエンタメとか演劇に関わる人間として何かこう思いをこう発散できたらいいかなと思ってます、うんうん、そうですね、木戸さんはいかがでしょうか。そうですね、なんかここで言う話って大丈夫、言って大丈夫なのかなって思うんですけど、そう、聞いてて前さんとか安倍さんも話してる話で聞いてて思ったんですけど、その一期ってこの令和の時代に一期を自分たちはやろうとしてて、うん、でもそれってやったこと誰もないと思うんですよね、きっとその一期っていう名のもとにやることって、だから明日みんなで集まって声を上げていこうっていうことになるとは思うんですけど、うん、とはいえそのギスギスしたり、その参加してる人が怖い思いするのは嫌だなとは思うんですけど、その反面、うん、なんか遊びに来るわけじゃ多分みんなないし、うんうん、とか仕事に困ってるんだよ、やめてほしい、やめてくださいってことを言いに行くわけだから、うん、なんかそれはやっぱりちゃんと財務省、国税庁の方なのか、まあ、その与党議員なのか、その人たちにちゃんと届けるっていうのはやっぱりみんなでこう共通したものとして持ちたいなと。うんうんうん、そうですね、あれ荒くいっちゃうとダメかもしれないけど、でもどっかにやっぱその、うん、切実さというか、うん、ギリギリ 荒くなりそうなぐらい声を上げてもいいんじゃないかなとは個人的に思います。ハードル下げつつも、そうそう、いや私ね、これ518のロフトの時に思ったんですけど、バッジの柄選んだじゃないですか、みんなで、はいはいはい、可愛いお顔の、うん、今もいてくださるね、デザイナーさんが作ってくれた可愛い顔の方が選ばれるんじゃないかって実は私たち予想してたんです、うん、ところが、うん、ね、会場でもそうだしツイキャスでもそうだけど皆さん怒ってる顔の方を選んだんですよね。だから、うん、やっぱりそれって
気持ちなんだと思うんです。みんなのその怒りの気持ちっていうのは本当に根幹にあって、だけどうわーってやると今みんなちょっと引いちゃうので、楽しくポップに一般市民が私たちが普通にやるんだよって言いながらも、今ケイ君が言ってくれたように、あの怒りの、それでもね、あの顔は可愛いんですけど、あんな感じでできたらいいんですよね。ちゃんと怒ってるけど、おどろおどろしくないっていうね。そんなところでちょっと明日の登壇者の発表と言いますか、改めてちょっとお伝えしてくればと思うんですけども、はい、はい、明日は、政治家さん、これそうなんですよね、先ほどもちょっと言ったけど発表まだされてない議員さんもいるんですが、まあ、結構ビッグネームの方も来ていただけたり、で、まあ、共産党からは志位和夫委員長、すごいですね、すごいですね、であと社民党から福島みずほ党首が、なので結構警察との今やり取りも大変で、やはり党首クラスが来るということで、そうです。あ、そこで一つ、もう一つはなんか、なんで財務省からでやらないのっていう意見結構いただいてたんですけど、財務省前はちょっと行くと分かるんですけど道が狭いんですね、で正直ちょっと安全性のこともあるので、そういうのもろもろ含めて国会正門前ですかね、にしましょうと、まあ、いろいろ警察とも協議をして、そういうふうに決まっていますので、ご理解いただけたらと思いますというところで、で、まあ、あとまだ他の政党の党首、代表、あの方やあの方にもお声掛けしておりますので、はい。あとですね、まあ、インボイス問題検討超党派議連から、立憲は末松会長、あとは落合孝之議員、桜井俊議員、あとは、どなたかな、わかんないですけど、で令和からは田谷良議員、で共産党からは、田村隆議員と、でその他、まあ他にもな、多分おそらく来ていただけるんじゃないかとは、90人来てほしいですね、90人、本当はね90人来てほしいですね議連の皆さん、はい、でその他登壇される方としては、弁護士の郷原信夫さん、ですね、検察問題とかをよく取り上げてる方です、であとは作家の鈴木啓生さんですね、はい、貧困問題とかを、書かれてる方ですね、で、ラッパーのダース・レイダーさん、そして、あ、どっか行っちゃったあとなんだ、泉さんですね、元橘泉さんっていう方ですかね、が明日だからライブを予定してるんですけど、泉さんはちょっと空の模様をちょっと見ながら、ああ違う明日晴れるんだ、そうですよ、ね、ただまあ現実的に言うとやっぱギターをお持ちなので、はい、その辺がね、まあそうですね、ちょっと心配なんですが、ちょっとまあこの後また僕強く交渉しておくんで、そうお願いしますよ、はい、であとは映画監督の深田浩二さんですとか、すごいですね、本当に。で、ピアニストの、土屋学さん、はい。で、あと、あ、そう、日配連ですね。日配連から、はい、池水道弘さんがお越しいただけると、はい。池水さんも本当に精力的に動いてくださっていて。はい、ありがたいこと。で、あとはそのほか、インボイス制度の中止を求める税理士の会から、菊池純税理士と、あと、中小企業家同友会。全国協議会から、政策委員長の方がご登壇いただけると、であとはいろいろと当事者の方たちですね、フリーランスの、軽貨物ドライバーとかウーバーイーツの配達員さんとか、野菜農家さんとか、あとコメントだけでもって寄せてくださってる方もいらっしゃいますよね、そうですね、著名な方で、で、はい、今言ってくださってる神田先生は京都の方で京都の第二会場の方で、あ、そうですね、はい、あとリモート出演になるのが藤井聡さん、あと安藤博さんと、でそこに神田先生もいらっしゃる、はい、こっちに来てくれると思ってたら会えなくて寂しいですはい、あとこれも一応アナウンスしてくださいと言われてたんだ、一応その全国いろんなとこで行われるんですけども、ストップインボイス主催のものはこの国会正門前だけですので、細かいお問い合わせは各地の会場さんとか主催者さんにお問い合わせいただけたらと思います、はい、でこれもね、私も、この間前に言おうと思ってて、ちょうど今
弾道さんがツイートしててくれたのに乗っかったんですけど、ライトなんか、ペンライトとかライトなんかお持ちでしたら、ぜひ皆さん持ち寄ってください。あの、夜ね、暗くなってきたら、綺麗じゃないですか、ライトで照らしたら。そうですね、夜ですからね。うん、そう、ぜひ。今、あと、コメントに、ゴー、ゴー、ゴー、なんていうんですかね、漢字、強しゴーさん、ゴー、ゴーさんが、これは、岩って、どうも岩手でも、6月14日、18時から18時半、クロステラス前というところで、凱旋なのかなをやるという、なんか、今。コメントが岩手私見つけられない、ごめんなさい、何このツイッターのなんかもっと見つけるとかすごい邪魔なんですけど、違うとこ行っちゃった。岩手みたいですね。岩手、ありがとうございます、うん、はい、ありがたい、かっこいい、みんななんかみんなインボイス戦士ですよ。インボイス反対戦士なんだけどね。うん、あ、そうですね、インボイス推進する戦士じゃないから。インボイスを止めるための、うん、さて、そんなところで改めて最後に何かコメントをいただけますでしょうか、豊さん。なんか宣伝とかでもよろしいんで、意気込みとか。意気込み、頑張ります。もうどうです、頑張ります、頑張りましょう、ですか、ね。あ、まあ、あの凱旋さっきあの宣伝させていただいたんで、あの20日あのよろしければ凱旋をあの全然お聞きというか見に来てください。あのスピーチだけでも全然 あのありがたいので、神田先生もいらっしゃるんで、はい、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でも明日もね、できれば缶バッジ買っていただきたいですし、チラシを受け取ってください。皆さんね、そうなんです、活動費が結構大変なんです、うんうん、はい、あの結構あのなんか集まってはいるんですけど、うん、まああのね、たくさんもっと集まればいろんなことができるとは思うので、うん、か単純に可愛いですからね、はい、バッチ、あ、はい、本当に頑張ってくれて、うん、はい、猫ちゃん2匹はあのメンバーが飼ってる、ね、猫ちゃんをあの2匹参考にして、モチーフが、はい、モチーフが、うん、最初モチーフがないくてどうしようってなんか安倍さんにしようかって話になった。誰が欲しいんですか、そんなもん。でもなんか、なんかあれいいじゃないですか、晴れ男のなんか恩恵がありそう、ありがたいバッチになるかもしれない。なんか、安倍さんをね、安倍さんモチーフだったらなんかありがたいなみたいなところもあるんで。もうリスナーの方が皆さん、シーンとしてますもん。誰これみたいなね。まあ、ぜひ買ってください。皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、明日みんなで盛り上がりましょう。はい、はい、盛り上がりましょうよ。はい。そうですね。あと、そう。だから、ストップインボイスでも、あの、カンパを募りますので、ぜひともよろしくお願いします。お願いします。あの、本当にこの、僕も初めて知ったんですけど、この、国会前で凱旋やるのって、すげえお金かかるんです、実は。うんうんうん、結構な額が、びっくりする額かかってるので、ぜひともよろしくお願いします。今ね、ポッケにジャラジャラしてる小銭でいいですって言おうと思ったけど、今、ポッケにジャラジャラ小銭入れてる人っていないなと思って。あ、そういう意味じゃカンパもペイペイの時代になるかもしれないです。そうそうそう、ピッてね、ピッてできるといいですね。そうですね。さて、広瀬彩さんいかがでしょうか。あ、はい、私たちもですね、この間あのさっき話に出た演劇を、うんうん、今日ついさっきですね、動画で、うん、あの見れるように。え、そうなんですか。そうなんです。え、それは全編見れるんですか。はい、朗読の部分というか演劇の部分というか、その部分は全編見られるようになっているんですが、一応無料で公開はしてるんですが、あのできれば寄付をいただけたらいいなって思っています。お願いします、皆さん。はい、どうやって検索すれば出てきますか。あ、ですね、ホームページもちょっと簡単なものを作ったんですよ、で、うん、そこにを見ていただけたらとは思うんですが、ですね、YouTube の方で私たちあの動画は配信しているので、うん、じゃあインボイス制度を考える演劇人の会さんをぜひ皆さん、ね、あ、そうです、あの今リスナーで入ってるあの緑のチクチクした、うんうん、マリモみたいなやつ。痛そうなマリモだね。そうです、
それをフォローしていただけると大変ありがたいです。そしたら情報が取れると思います。はい、そうですね、はい、今試しに Google 先生でインボイス制度を考える演劇人の回で動画検索したら出てきましたね。あ、よかったです。緊急倫理リーディング公演。そうです、はい、これ本当に僕もう泣いたし笑ったしなんていうの、この僕のこの1年半の活動が本当に凝縮されてて、うんうん、このインボイスに悩んでる人たちはぜひとも見ていただけるとすごく共感を得られる、うんうん、そうだと思います。今笑っちゃったけど、はい、笑ったんじゃなくて、その後ちょっと軽くみんなでこう打ち上げみたいにした時に安倍さんがあれは僕の物語ですすっごいなんかちょっとあっと思って、そうなんだ、そうだよねって思いながらでも本当、ね、最後のね、うん、シーンがちょっと夢のような話というか、うん、未来の話をちょっとするじゃないですか、うんうんうん、その部分に私もすごい感動して、うんうん、結構舞台上というか泣きそうになってました、うんうんうん、そうです、辛いっていうか、この活動しててこうあんまり話聞いてもらえなかったりとか、うんうんうん、なんか思うようにいかないかったことがある人は多分見るとグッとくるんじゃないかなと思います、うん、そうですね。あとインボイス制度あんまよくわからない人でも、あ、こういうものなんだとか、うん、僕なんかも、あ、演劇業界でこういう問題が起きるんだっていうのはすごくよくわかった、うん、はい、ね、ちゃんと税制に関しては税理士さんの監修もあったりする、うん、はい、はい、ぜひともご覧いただけたらと思います。よろしくお願いします、はい、じゃあ最後にまやさん、明日の意気込みなんかを伺ってもよろしいですか。はい、すごい本当にドキドキ緊張していますね。今からきっと全部情報整理して明日滞りなく、だっていろんなことが起こると思うんですよね。雨だしいろんな人がいるし、うんうん、だからちょっとみんなが支えてくれたらへっぽこな司会ですけど、でもなんかさっきから言ってるようにみんなでこう進んできた感があって、で今は国会前に皆さんの思いが集まってくるし、本当にこう支えられてるっていうか、なんでよく小泉さんとかもおっしゃってたけど、こう可視化していくっていうか、目でこう人が集まってるっていうことってすごい、うん、20万筆とか今30万筆に迫っているのかな、わかんないけど20万筆とか、その数字もそうだけど、前に税理士さんの会の時に私も言ったように、その数字の向こうには一人一人の顔とか物語とか人生とかがあるんだっていうことを思い出せるんですよね、こう人の顔を見た時に。だからそういったものを、うん、司会という大役を通して届けられたらいいなって思います。安倍さんに頼ります。よろしくお願いしますみんなだから集まってね。いや今僕まやさんが緊張してきたって言っておっしゃったじゃないですか、うん、僕も今おえつが止まらなくなってちょっとハードルが上がってるんで、ちょっと、まあ、僕ぶっちゃけ伝えますが、僕が開会の挨拶というのを受けたまわりまして、いや多分あわあわすると思いますが、皆さんお力ください元気玉をください。本当に元気玉が欲しいですね、はい、うん、で、はい、それを私たちが使っていろんな声をまとめてボーンと財務省まで届くように投げられたらいいな。そうですね、うん、はい、でも本当に正直今回各地でいろんな人が立ち上がってくれたり、どん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 本当にびっくりしたんですよ。出来レースじゃないんで、仲間内でね、うん、ここ立ち上がりよ愛知とかってこうやってくれたり、富山とか頑張ってこうやって、これだって大変なことなんですよ。1人とか2人が頑張ってやってくれてて、うんうん、それなのにいろんなところからどん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 、うちもやります、僕たちもやります、私もやりますっていうのを正直盛り上がってる風なツイートしてましたけど、本当に泣きました、私涙流れました、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん全国一気頑張っていきましょう。よろしくお願いします、はいはい、なのであとトイレだけ気をつけてください、現場に来る方。そうですね、その一応そうですね、うん、国会、の前は駅のトイレしかないので、うん、ご注意くださいと。最後のお知らせがトイレってトイレあ、安倍さんはじゃあさっきのおえつでいいんですね。あ、うん、えついてるでいいですね。はい、うん、では本当に一つ、みんなで心を一つにして、でまだ気がついてない人たちにも気づいてもらうためにマスコミにも動いてほしいんです。本当はちゃんと
報道してみんながインボイス制度を選んだんだったらそれはそれで仕方ない、それこそバンドエイドくださいって話になるんだけど、気がついていないということがすごく問題だと思うので、これに少しでも気づいてもらえるように、もう気がついた人たちはちょっと小さな声でもいいので、こうやって力を集めていただけると嬉しいなと思います。はい、もうそろそろ見せつけてやりましょうよ、財務省と政府にみんなで数の力をというところで、明日はよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日のスペースは録音を残し、後日 YouTube でもアップするんでしょうか。Twitter のフォローや YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。あと一個、ついでも、はい、明日来られない人ついでもで協力お願いします。あ、これだった、ついでもの話しようって、そうだ、お話ししてましたよね。そうそうそう、ハッシュタグ、インボイス増税反対でついでも、もう今もやっております。で、そうだそうだ、トレンドに今日入ってましたね、インボイス、うわ、これがハッシュタグインボイス制度、あ、違う、インボイス増税反対のハッシュタグがトレンド入りしておりました。じゃあ明日はぶっちぎりで乗るようにしましょう。そうですね、これ僕らいろんなハッシュタグこれまでも発信してたんですけど、だいたいインボイスとかインボイス制度がトレンド入りだったんですよ、うんうんうん、でストレートにいくインボイス増税反対っていうのがトレンド入りしたのって多分すごいと思います。だってインボイス制度だけだったら反対なのか賛成なのか分かんないもんね。そうそうそう、そうなんです。だからいろんな人がつぶやいてインボイスっていうのが今までトレンド入りしてたんですけど、うん、明らかに反対の人たちの、ハッシュタグがトレンド入りしたので、うん、これはかなりの大前進だでもあるとは思いますので、うんうん、ついでもの方もご協力よろしくお願いします。かわいい写真のとこにこっそりつけておけばあんまり反感かないするかもしれないぜひいろんな形の参加があっていいと思うんです、はい、この一期は一般庶民の私たちが起こす一期なので、はい、ぜひはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで本日もお聞きいただきありがとうございました。神田先生も明日よろしくお願いします。はい、豊さんも広沢さんも木戸さんはいらっしゃ、あ、木戸さんも、あとライターの皆さんよろしくお願いします。メディアの皆さんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい、はいはい、というわけで失礼いたします。ありがとうございました。おやすみなさい。明日ね。あ、失敗した。失敗した。音声を流そうと、音声を流そうと思ったら大失敗した。もう一回鳴らせる？ 3、2、1。ちょっと待ってください。待ってください。じゃあ、もう平気？いきますよ。3、はい、2、1、ストップ、インボイス。ちょっとごめんなさい、もう一回いきます、もう一回いきます、はい、3、はい、2、ストップ、インボイス、増税まで、はい、というわけで皆さん明日は頑張っていきましょう。